どうも、ファイヤーサンダーのこてつです。今日も龍が如く極み続きやっていきましょう。今そうですね、前回の動画終わってからちょっとメスキングカードを探しがてら、ちょっとサブストーリーもちょこちょこやってたんですけど、前々回ですかね、死んでる男から拾った携帯のイベントの続きがなんか始まったんで、ちょっとやっていきたいと思います。なんか電話かかってきて、待たせたな、標的の居所が分かった、今どこにいるってかかってきたんですよ。劇場前だ。ふふ、ついてるな。標的もちょうど劇場にいる。グレーのスーツ、身長約185センチ、ヤクザっぽい男だ。これ桐生さんじゃない？絶対そうでしょ。今ちょうどまず間抜けずらして携帯で話してやがる。うわ、そういうことやってたんや。それってもしかして、ロッカーに入れておいたドスを使い、仕事が終わったらバッティングセンターで落ち合おう。うわ、ちょっと待て、そいつの名前って？ああ、標的の名前は桐生一馬だ。ああ、桐生さんでした。やっぱりしくじるなよ。俺は先にバッティングセンターへ向かう。じゃあな。ああ、これ正体わかりそうですね。どういうことだ、俺を殺せだと？よくわからねえが、真相を知るためにはバッティングセンターへ行くのが手っ取り早そうだ。ああ、これ行きましょう。ああ、絡まれますね、これ。やっときますか。よいしょ。よいしょ。はいよ。はいよ。よいしょ。よいしょ。ちなみにね、メスキングのカードめっちゃ拾いました。あのメスキンレーダーの、あのレーダーのおかげでね、むっちゃ拾えたんですよ。やんのかこれ。おいしょ。はい、ちょっとガードできない、きついな。技も拾えたし、なんかその新しいメスキングカードみたいなのも結構拾えたんで、ちょっと楽しみですね。このイベント終わったらもう一回戻ってやろうかなと思います。ちょっと待って、マジマさんいる。やばいやばいやばい。ちょ、マジマさんやばいね。うわ、やってやろうか。バット持ってないよな。オッケー。よし、やるか、マジマさん。いや、あのね、さっきその散策してる時にバット持ってるマジマさんがこういう風に街うろついてて、やっぱバット持ってるマジマさんめっちゃ強いっす。普通に負けかけました。これスレやから多分いけるでしょ。そう、体力ゲージもね、結構あるんですよ。よいしょ。あ、これいけるわ。いいよ、こいせ。どこいせ。おいしょ。ああ、決めちゃいましょう。いいよ、こいせ。はい、どこいしょ。オッケー。あ、素手の真島さんには勝てますね。よかったよかった。さすがや、せや。またな、はいはい、キルちゃん。おもろいな。もうたまりましたね。何まであんねやろ。いいですけど、ちょっと待ってよ。バッティングセンターっすよね。あ、ここにもイベントあるな、なんか。ここっすね。後ろか。地下。はい、着きましたよと。行ってみましょうか。これは店長さん。あー、なんかいますね。こいつかな。こいつや。お前は桐生一馬。バカな、なんで生きてやがる。拾った携帯に電話がかかってきた。俺を長ドスで殺せとな。クソ、何がどうなってんだ。仕方ねえ、今この場でやってやら。謎の男。ちょっとでかいですね。気ぃつけましょう。わーっと、殺し屋って書いてある。お前も殺し屋なんかい。殺し屋が殺し屋に頼むんかい。そんなことある。あ、強そうじゃない。あれ、強かったです。これちょ、殺し屋でいった。うわ、強いんかい。
オーケー、おら石でぶん殴り、おら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 、ガードできない、怖いですね。よいしょ、あー強い、ラッシュがいいか、タイマンはいいって、追い打ちも決めてくる、おっと、よいしょ、おっと、やるなこいつ、やりますね、オーケー、いい音、いいよ、ポジションへ、よいしょ、オーケー、決める、よいしょ、その後にボコボコと、オーケー、強かったですね、なかなか経験値もらえそう、バケモンかてめえは、詳しく聞かせてもらおうか、誰の差し金だこいつでしょ、そんなの言えるわけ、あ、いるんですね上に、ここで死にたくなきゃ言うしかねえぞ、わかった、俺も詳しいことは知らねえんだが、依頼主は登場界の上の人間だ、名前は名乗らなかったが大幹部の一人らしい、じゃあちょっとメインストーリーとつながるようなところがありますね、あんたにだって奴らに狙われる心当たりがあるんだろう、うん、一つだけ教えてくれ、俺の携帯はどこで手に入れたんだ、雪吊りの強盗に殺された男が持っていた、運の悪い男だったようだなへ、そうか、まあ俺も似たようなもんさ、この世界でしくじったらもう終わりだ、依頼人が俺の封じに来る、かかるのも時間の問題さ、うん、こいつを持ってけ、ん？岸母人のお守り、なんかもらいました、え、なんでしょうこれ、敵の囲みが緩くなる、あ、これ欲しいですね、持っとこ、あー防具を振る感じか、これいらんか、それで見逃してほしいのが一つ、それと、ん？あんたが他の奴らにあっさり殺されちゃこっちが惨めだからな、なるほど、ふ、これからどうするつもりだ、ちょっと友情芽生えてるやん、逃げられるだけ逃げるだけだ、はっきり言って自信はねえが、そうか、これ以上あんたの得になる情報は持ってねえ、悪いが俺は消えさせてもらう、あ、おい忘れ物だ、あ、死体の携帯電話返しましたね、へ、ご丁寧にありがとうよ、じゃあな、あーなるほど、そういうストーリーやったんや、いや、なかなか手強かった、あーやっぱ5000ももらえた、ありがてー、いやちょっと結構食らいましたね、あー能力強化もできる、ちょ能力強化しましょう、うん、まずはね、あー三角から、え、渾身の右ストレートパンチからさらに繰り出す、あ、これ欲しいですね、あ、あー50いるんか、なんや、ガード崩されても即ガード、これ欲しいっす、あざす、うん、と、あとちょっとこれ体力回復しておきましょうか、うん、OK、 よっしゃ、うん、じゃあメスキングやりに行こう、メスキング、メスキング。
ちょっと待って。え、今、メスキングのところに行こうとしたんですけど、なんかガサガサ言ってんなと思ったら、爆揺れタクシー、これは、ねえ、夜景とか見に行ったらたまに、こういう車止まってますよね。まあ何がとは言わないですけど、ちょっとこれ、調べましょうか。もう、なんやねん。ひひ、見つかってもうたか。行くで、キリュウちゃんよ。ど変態ですよ、この人。なんだ、その踊り。どこで覚えた、それ。街中で揺れてんのはもう、マジは、おい、いつまでやってんねん、それ。オッケー。ひひひ、ほんまごっついわ、キリュウちゃんは。あんたも暇だな。こんなところでずっと待ち構えていたのか。せや。ふ、キリュウちゃんなら必ず見つけてくれると思っとったからな。そしたら案の定、引っかかりよった。俺の行動パターンはお見通しってわけか。いや、気になるやろ、あんな揺れてる車。たまには襲われる方っちゅうのも悪ない。気向いたら、またどこかに隠れてみようかの。ああ、そうですか。まさか兄さんがトランクに入っているとはな。うかつに触らないよう気をつけよう。あまあまあや。ああ。起き上がり攻撃。ああ、なんか真島さん、いろんなとこ隠れてるんですね。街にも歩いてるけどな、普通に。よし。じゃあ、行きましょう。メスキング。ゴーゴー。さあ、着きました。さあ、今日はどんな、お友達に会えるんでしょうか。入ります。いや結構ねカード拾ったんでね強なったんと思いますよ。あ、おじさん、メスキングやるの？ワンプレイ100円だよ。誰かとバトルしたい。うん、新しい対戦相手でしょう。もちろん行こう。そうだな、新しい対戦相手を紹介してくれないか。そうだな。次の対戦相手は、今のおじさんなら、マサルくんがぴったりかな。サブストーリー、愛さえあれば。なんだ？お、マサルくん？なになに？博士。おじさん、この男の子がマサルくんだよ。マサルくん、このおじさんと対戦してみない？最近、すごく上手くなってきたんだ。へぇ。ちょっとなんか天才入ってそうな子ですよね。おじさん、蜂のカード持ってる？お、ああ、持ってるぞ。いや、確かに俺蜂のカード拾ったかも。へえ、持ってるんだ。おじさんも蜂の魅力がわかるんだね。へへへへ。あ、マサルくんは本当に蜂が好きだね。将来が少し心配だな。蜂の扱いなら誰にも負けないよ。さあ、勝負だ。あ、じゃあ、これあれっすね。蜂のカード拾ってなかったら対戦ならなかったんですね。うわ、拾っといてよかった。よーし、二人とも頑張ってね。うん、じゃあ蜂のカードで戦うのかな。昆虫女王、メスキング。いやー、お久しぶりです。まあ、多分動画内では久しぶりじゃないんですけど。結構サブイベント他のやってましたから。みんな昆虫カードを選んでね。そう、カブトムシはずっと使ってたやつでしょ。それに加えてこの白星テントっていう、また外人のやつね。でこれ持ってたやつ、これね、なんかめっちゃ強そうなやつ拾ったんですよ。偽花魔王カマキリ。いや、強さ180ですからね。めっちゃ強そう。でこれね、アシナガバチ、もう拾いましたし、ノコギリクワガタも拾いましたし、ミツバチも拾ってるんですよ。いや、誰で行こうかな。なんか、ハチって言われたし、ミツバチで行く？アシナガバチもいるけど。でもこれめっちゃ強いでしょ、これどうせ。どうせ後々使うしな。いや、何がいいかさっぱり分かんないです。まあまあ、蜂で行くか、じゃあ。じゃあ、足長持ち。次は打撃技を覚えてる。あ、打撃技拾ってないんや。次
ハサミ技もね、これ拾ってますよ。これ連続締めずっと使ってたやつですけど、ほら、また先。こんなんも拾ったし、必殺力、あ、これはもらったやつですね。うん。これ、また先でいこう。次は投げ技を覚えてくる。投げ技は、あー、これ2つか。じゃあ、ジャイアントスイング。これでいいかい？これでいい。お前に勝負は託したぞ。託したぜ。足長バチ。ああ足長鉢だ、うん、お強さ133、まあまあじゃないですか。相手は相手も8でしょう。痛いに合わせてあげる、うん、ああもう全く一緒でした。すいません、やっちゃった。足長鉢、これは見応えのない戦いになりました。すいません。よっしゃ来い。うわぁ勝つのはどっちだ。勝ち対決。え、相手強っ。え、なんかチョキ出しそうじゃない。え、あ、違うんかな。アイコだ。あ、アイコ。あ、なんか読めなくなってきましたね。え、でもこれスーパーメロメロスペシャル食らいたくないですもんね。これだ。よっしゃ勝った。よっしゃ、うわ、殴る殴る、おー、蹴る、おー、まあまあですね、うんうん、なんかわかんないですけど、こっちも体力食らってるのは何ですか。何来る、やっぱグー。あー、負けた、やべやべやべ、うわ、くっそ、うわ、ついにムズなった。いや、これこっちもチョキ決めたいっすよね。どう、チョキでいく、チョキ行こう。うわ、マジか、くっそ、チクショ、あー食らう、いやー、チクショ、強えな。うん、慣れてくる。もう一回チョキ行く、もう一回、こう勝てないもんね。よし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 、必殺技だ、また先だ。うわうわー、ああちょっと、いやいや、そ、え、そのリアクションダメじゃない。あ、え、絶対そのリアクションダメです。勝ちましたけど。虫が収まる、イライラが収まることだよ。ちゃんと問題が解決してるのにけどね。いらんってそれ、マジで。勝ちました。やったぜ。お、俺の足長バッチちゃんが、俺の蜂への愛が足りなかったのか。いや、いや、そんなことはない。え？お前のデッキは足長バチのためによくカスタマイズされていた。いや、もうそんなんも分かるようになってきたんですね、キリュウさん。今のバトルを通じてお前の蜂に対する愛をひしひしと感じたぜ、うん、ありがとう。へへ、勝負が終わればみんな仲間、それがメスキングのいいところだよ。もうまとめてくれるんですよね、毎回毎回。うん、ああそうだな、そろそろ博士と戦えそう。どう、そうそう、メスキングおじさん。いやもうメスキング博士にもそう言われるようになったやん。マサル君に勝ったお祝いをあげるよ。あ、くれた、やった。何、おスーパーロメロスペシャル、強そうですね。うん、あーでもチョキのカードか。僕はさっきのまた先が好きです。どうでしょう、使おう、まあでも使おうか。今のおじさんならこのカードも使いこなせるはずだよ。なんだかいつもすまないな。さっちゃん、劇場前のお店に行ってみようよ。もしかしたらレアカード出るかもしれないし。あ、売ってる店あんねや。知らないばっ、知らない人ばっかりのところに行くのはやだよ。ん？この声は、ともひろとさっちゃんか。ん？あ、大丈夫だって。メスキングプレイヤーに悪い人はいないよ。わかった。でも、私は見てるだけだからね。ん？
おじさん、どうしたの？いや、なんか気になること話してんだよ。メスキングは劇場前のクラブセガにもあるのか？うん、そっちでもすごい人気だよ。ただ、お、なんだ？ん？いや、なんでもない。他のお店のことは僕あんまり知らないんだ。うん、そうか。え、何気になる？あ、サブストーリー30個、クリア。やったね。うわ、8000ももらえた。じゃあちょっと、どうしたらいいの？ちょっと待てよ。これ、今、対戦できんのか？どうだ？誰かとバトルする。これいけるんですかね？あ、いけるやん。じゃあちょっとやってみようか。新しい対戦相手。うん。そうだな。新しい対戦相手を紹介してもらおうか。そうだな。おじさんのカードを見せてよ。まだまだカードが揃ってないね。もう少し集めてからの方がいいんじゃないかな。あ、くっそ、できひんかった。うわ、畜生。じゃあ、なんか劇場前広場って言ってたよね。行ってみよう。劇場前広場。ここっすよね。ん？あ、劇場前広場のセガか。あ、ここか。行ってみよう。ここっすよね。あ？なんか変な声聞こえましたけど、行きましょう。うん。ああ、あるある。あれ？でもやってないの？あれ？さっちゃんとか、行ったみたいに言ってたけど。ああ、いないっすね。いないというか、まあ別に関係ないんか。ああ、じゃあカードを集めないと進めないんすね。なるほど。ああ、なんか呼んでる。これね、場所もわかるんですよ。ああ、ここのサブイベはなんだ？ああ、お酒のやつか。あ、なんかボウリング場にもついてますね。ちょっと行ってみますか。カードある。メスキングカードや。やった。来た。あ、ロメロスペシャル。もらったやつや。お、メスキングカード20枚集める。あ、15枚集まりました。あ、入ろう。早く。よし。なんかイベントマークついてたけども。あ、おい、そこのあんたって呼んでる。おい。お、来た。元プロボウラー。おい、そこのあんた。ん？ん？なんだ？ああ、見たことないです。なんだこいつ。あんた、いい体つきしてるな。どうだ？俺と勝負しないか？あ、ボウリングできんねや。楽しそう。やりたい。何？勝負？ああ。ああ、俺とボウリング勝負をして、もしあんたが勝てたら3万円やろう。やります。だが、あんたが負けた場合は1万円置いてってもらう。おお。なるほど。金をかけてボウリング対決ってことか。ああ。まあみんなには内緒でやろうか。おうよ。さあ、どうする？勝てば3万で、負けても1万か。悪い話じゃなさそうだが、どうする？いや、もうこのガチプロやったら絶対勝てないですけど。いや、これ、キリュウさんやから勝てるんです。受けて立つ。いいだろう。受けて立つ。よーし。ちなみに俺は、昔ちょっと名の知れたプロボーラーだった。後出しで言うのなしやろ。まあ、些細な不祥事を起こしてクビにされちまったわけだがな。ははは。ふ、それがどうした？お、ほう、元プロだと言われても、臆さないとは。あんた、なかなか自信があるようだな。なけりゃ勝負は受けねえだろう。うわ、やってたんですね、キリュウさんも。へっ、そりゃそうだ。よっしゃ、それじゃあ始めるぜ。あ、なんか、天井にパーンしましたけど。あ、すげえ。初めてやります。なになになに？方向パワーの決定丸。立ち位置、ボールセンター、スピン調整。なるほど。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。あ、なんか単純そうではあります。方向キーまたは左スティックの上下でボールを選びます。ボールを選ぶと同時に方向キーまたは左スティックの左右で立ち位置を選び丸で決定。あ、なるほどね。うんうんうん。投げる方向を丸で決定します。あ、うんうんうん。
ボールが手から離れるまでの間に方向キーまだ左スティックの左右でスピン量を調整できます。なるほど。うん。ほう。これは僕投げてないですかね。なんかちょ、むずそうっすね。うん。お。行くぜ。行くぜ。ああ。ボール決める。こんなん、重ければ重い方がいいでしょう、絶対。ああ、でもちょっと。まあ、僕は大体12ポンドぐらいやるんでね。じゃあ12ポンドで行きましょう。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。いや、立ち位置決めない。立ち位置この辺でしょ。この辺で、むずっ。むずっ。これぐらいで、スピンかけて、これどう？ああ、曲がりすぎや。むずっ。ああ。でも一投目にしたらいいでしょ。あ、じゃあもう、こっからスピンかけてった方がいいか。こっちも簡単そうやな。あ、これ無理。あ、逆のスピンかけない。これぐらいか。うん。かけすぎ？ああ、悪くないけど。うわー、難しい。ちょっと待って、これ、鬼長？うん。どう？いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？いや、マジか、むず？あー、やばい。はよ投げ。軽いのでもいいの？あ、これ軽いと、ゆっくりになるとかそういうこと？ミスってないそれ、めっちゃ。何してんの？どうした？なに？とんでもない、むっちゃ下手やん。あ、急に。あー、やっぱそうや、重い方が難しいんですね。あー、いいカーブ。あー、オッケー、ありがとう、ミスってくれて。あー、同点やん。力みすぎだぜ。いける。よしよし。あー、じゃあ、あえて10ぐらいにして、あ、違う、この辺からこれぐらいで、でちょっとかけるぐらいで、どう？あー、やばい。あー、同じようなとこ行った。いや、これ取りたい。取ったらいけそうやな。あー、ちょっとあれか、ちょっとこっちか。うん、いけ。かかりすぎ。おしよ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 し、きた。よし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 。あ、3で終わりね。おっくおっくこうでぐらいで、ちょっとかけらまずいね。どう？悪くないと思う。うわー、なるほど。いや、まあ。まあいいでしょう。うん。難しいんちゃうそれ。うまい。危ねえ。いや、でもこれ取れんかったら勝ちですから。どうした？うん、うわ、ヘビーでいく。あ、緩く投げんねや。ほっ、ガターじゃないこれ、それ。よし、いかだかだ。よし、勝った。力みすぎだぜ。うん、終わりっしょこれ。よっしゃ、やったぜ、勝ちました。ははは、俺の負けだ。
あんた絶対プロボーラーとしてやっていけるぞ。無理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 。3フレ3回投げて1回だけしかスペア取れんかったから、無理無理。どうだ、俺のコネを紹介してやろうか。ちょちょ、ああ頼む、いや遠慮しとく。え、これああ頼むの方がなんかイベント続くことなんですかね。ああじゃあああ頼む、うん、ああ頼む。ガハハ、冗談だって。おい乗せられた。不祥事を起こしちまった俺にそんなコネがあるわけないだろ。ち、冗談かい。少しその気になってたのに。よ、まあそれでもお前なかなかイケてるぜ。ほら約束の金だ。ああやった、3万もらいました。また俺と勝負したければいつでも来い。今度こそ勝たせてもらうぜ。ふっ、こっちも久々に骨のある野郎と対戦できて楽しかったぜ。またな。いや、ヘタヘタボーリング対決でしたね。ああ、終わりました。元プロか。大したもんだな。気が向いたらまた勝負してみるか。ああ、なるほど。あ、結構割と短めのサブストーリーでしたね。うん。はい。ああ、もう結構いい時間ですね。ということで、うわ、メスキングもうちょいやりたかったんですけどね。なんかカードが足りないって言われたんで、またちょっとカード集めてから、またメスキングのイベントね、まだ続きそうなんで、ちょっとポケサーよろしく、ちょっとクリアしていこうと思います。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また次回、よろしくお願いします。お疲れ様でーす。